一ついただきでちゅよ。インチキなガチャガチャみたいだよね。さっきからあと一息、あと一息の繰り返しだよ。一体何歩課金すればいいわけさ。ごめんよエリス、ごめんよ。あとちょっとで勝てるんだ。勝てるはずなんだよ。コマを失っちゃったでちゅね。ウサギさん、今失ったコマって結構痛いわけ？一気にこれで攻め込んでかき回すつもりだったんだよ。本当だよ。これでまた攻め手がなくなっちゃったわけでちゅよ。あと一息でこのボクちん追い詰められたかもしれないのにね。悔しいよ。今のコマがなくなっちゃった。そんな大事な大コマをぼんやりしてるから取られちゃうんだよ。勘弁してよね。まだまだそちらにも置けるコマはあるでちゅよ。ゲームが面白くなるのはこれからなのでちゅ。まいったなぁ。もう仕方ないなぁ。もうほんとこれっきりだからね。エリス、ありがとう。助かるよ。新しいコマを作るのがちょいっと面倒なだけなんだけどね。でもエリスは強いから助かるよ。僕にもっと勇気があったら。まあまあいいっていいって。そこはこのエリス姫に任せといて。今度はどんなコマが追加されちゃうですか？あんまり強いコマだと困っちゃうでちゅ。ああ、ウサギさん、マジで次はチェックメイトをお願いね。そのつもりだよ。大ゴマを揃えて一気にチェックメイトしてやるんだ。大ゴマを揃えてって、今度はどんなコマがどのくらいいるわけ？飲みにくいんだけど。なんと来なさいな。ミノベ県王国はこのエリス姫様が守るんだからね。
頼もしいお姫様でちゅよ。ますます好きになったでちゅ。きっとこの国を手に入れて、僕ちんの新しい家族に迎えてあげるでちゅ。次、マジでパス。ウサギさん、マジで強い駒、よろしくぞ。それで、何の駒がいるんだって？左手の小指と左手の手首、あと右手の指を4本ももらえればきっと。本当にそれだけ？それだけで駒が足りるの？できればあと左目の駒も欲しいんだよ。あれがあればきっと。もう一コマサービスしちゃうからさ、今度こそ絶対決めてよ。ありがとうエリス。じゃあ上の前歯を3本と奥歯を2本でもう一つコマを。へいへい、好きにしてちょうだいな。ありがとうエリス。これで勝てるよ。今度こそ絶対に勝てる。これは困ったでちゅよ。とんでもない大ゴマがたくさん来るのでちゅよ。これじゃ僕ちん負けちゃうでちゅ。あんたの生き草を二度と見なくて済むなら、乙女の指だの腕だの肌のちょろいもんよ。そこまで嫌われてるなんて、僕ちん心苦しいでちゅ。なるべく痛くないようにやるからね。バチーンと一発でお願いね。さっきみたいに下手に気を使われる方がかえって痛いんだからさ。ごめん、今度はもっと痛くないようにする。どうせ手首も切るんでしょ？先にそっちからやってくれればいいのに。ルールだからね。仕方ないんだ。じゃあ、行くよ。言わないでいいから、無言でザクッと来てちょうだい。
手首ね。あ、変に気を使われる方が痛いんだよね。ごめんごめん。無理無理無理だってば。無理無理無理。
の声がたまらないでちゅよ。次は目でちか、前歯でちか、奥歯でちか。さあさあ皆さんはどっちがいいでちか。左目から目目目目。前歯前歯。奥歯もギリギリ引き抜いて。どっちからにするの？エリスが決めてくれなきゃわかんないよ。じゃあ目からお願いしちゃうかな。そうすりゃあんたの汚いニキビ面見なくて済むからね。勇敢なお姫様でちゅよ。うん、分かったよエリス。痛くないように一瞬で済ませるからね。大丈夫ですか？おいらのこと？ひどく具合が悪そうに見えたので大丈夫かなって。悪い夢をしつこく見るなら何かの病気のサインかもしれないよ。
健室で先生に相談した方がいいんじゃないかな。保健の先生？たまゆは間に合ってるよ。大丈夫大丈夫。割と元気そうだぜ。よかったよかった。みたいだね。でも一度先生に相談してみてね。夢は心や体調のサインであることも多いから。あんがと。でもまあオイラのは多分そういうのじゃないから。不思議の国のアリスならぬ悪夢の国のエリスだからね。ま、とにかくありがとう。あんたも用があって通りかかったんでしょ。昼休みは短いよ。そうそう、行って行って。うん、じゃあ行くよ、夏くん。こんなのよ、本当にただのかすり傷なんだぜ。傷なんざ舐めときゃ治るってのが男ってもんだぜ。ダメだよ、バイキンが入って可能したら大変なんだから。高校男児がすり傷程度で保健室なんて恥ずかしいんだよ。ダメだよ、ちゃんと消毒薬を塗ってもらおうね。やだー、俺あのしみるやつ大嫌いなんだ。ダメだよ、さあ保健室行こう。いてててててそんなバカ力で掴むな、引っ張るな。失礼します。先生、傷の消毒をお願いします。お昼寝中、お邪魔をしてすみませんでした。そんな、寝てないわよ。ちょっと、午後の陽気にうつらうつらとしちゃってただけなんだから。その言い訳じゃ確実に廊下に立たされますぜ。というか先週来た時も確か居眠りしてませんでしたっけ。そんな、教頭先生に告げ口するのは許してよね。じゃないと私、教頭先生に怒られる、査定が最低、学校クビ、路頭に迷う、死。くれるなら、先生、いけない個人授業とか特別にしてあげようかな。そしてその光景を隠し撮り、脅迫、口止めるはたんまり、左内輪でウハウハ、素敵な生徒との恋も。鈴原、先生にいきなり腹パンかよ。さすがグレートな男だぜ。まだ寝ぼけてるみたいだったから、着付けにいいかなと思って。ナイスパンチよ。ありがとう、すっきりしたわ。それで保健室にご用は何かしら。また彼が何かいたずらをしてすりむきでもしたの。こんなの男の勲章だぜ。そうだね、痛みに耐えられる夏くんは男の鏡だと思うな。すさらに言われるとまんざらでもねえぜ。なら痛いしみる消毒薬も頑張れるよね。あるわよ、よーく聞く痛い消毒薬が。やめろ話せ、すすはら。これでよし。よかったね、
これで怪我も綺麗に治ると思うよ。それ以上に頑張って耐えた夏くんがかっこいいと思ったよ。まあな、男熱田夏也、消毒薬程度でヒーヒー言うようなヤワじゃねえからな。熱田くんは元気盛りで怪我が絶えないわね。それはそうと、あなた、すすはらすずむくんだっけ？あなたも面倒見のいい友達ね。暑いのと涼しいのであなたたちちょうどいいコンビかも。よっしゃー、グレートすすはらと俺がついにコンビと認められたぜ。よく言ってるけど、グレートすすはらって何？お前が超ウルトラスーパーレアにグレートな男だからよ。プロレスラーみたいな名前だな。ねえ、グレートすすはらくんとグレートあつたくん、俺はまだ全然グレートな男じゃないんです。しかしいつかはそう言われてみて。じゃあグレートすすはらくんとノーマルあつたくん。ノーマルはさすがに。じゃあグレートすすはらくんとアブノーマルあつたくんね。それは絶対に嫌じゃ。夏くんはどんなあだ名でもかっこいいと思うよ。ところであなたたち、部活動は何かやってる？いえ、何も。すすはらは空手やってたんだろ？空手部とか入ればきっとグレートな伝説を築いちまう気がするぜ。空手をやってるの？結構立派な拳をしてるとは思ってたけど。ちょっと違うんですけど、まあ家で自主練をしてます。それはとても忙しい？毎日夕方は欠かさずに。さすがだぜ。やはりそのグレートな力は日々の鍛錬から生み出されていたんだな。でもちょっとくらいは時間が取れない。何かの部活の勧誘ですか？察しがいいわね。私が顧問をしているとある部にぜひ参加してみない？決して怪しい部活じゃないのよ。学校公認だし、部活の都合の合う時だけ参加してくれてもいいの。休日の活動もあるけれど、たまにだけよ。休日がなくなるのは嫌だな。たまによ、せいぜい月に一度くらいかしらね。何の部活ですか？よくぞ聞いてくれました。その名もズバリシャチホコ部。シャチホコ？先生、なんなんすか、シャチホコ部って。すんげえグレートな響きを感じるっすよ。正式名称は社会地域奉仕貢献部っていうの。略してシャチホコ部ってわけね。
界地域奉仕貢献部。シャチホコ部は地元での奉仕活動などを主体とした部活なの。清掃活動とか募金活動とか気持ちもハッピーハッピーになってくるんだよ。まあ学校の奉仕活動よりは気楽だからね。先日会いましたよね。あったあった。まあそのあの時は声をかけてくれてありがとね。んで先生、まさか部員は俺たち込みで4人だけっすか？あと2人いるわよ。もちろんその2人も素敵な美少女なんだから。今にも潰れそうなくらいの少人数じゃないっすか。そもそもシャチホコ部なんて部活の部員募集見たことがない。コブは雛形先生のお眼鏡にかなった人しか入れないそうだから。そう、私のスカウトがないと入れないエリートクラブなんだから。まあタマヤンのお気に入りだけを集めたマダママ部みたいなもんだよね。タマヤン先生のフルネームは雛形真世だから。雛形真世で真世なんだか面白いあだ名だね。紹介するね。シャチホコ部部長の美濃部かなえ先輩。おっす、おいら美濃部。部長とか呼ばないでね。なんかめんどくさい気持ちになるから。先輩だったのか。ちっちゃいから後輩かと思ってたぜ。オイラは発育不良児だからさ、背とかちっとも伸びないのよ。ずらするつもりなんか全然ないから、君たちも気楽にやってちょう。はい、美濃部先輩。で、俺たち入部するってまだ決めたわけじゃないっすよ。シャチホコ部で奉仕活動とかしてたら進学や就職の時に面接で有利になると思う。それだけじゃない、地域への貢献は徳を積むことにもなるの。豊かな人間性や魂を育み、心も清らかになってとても素敵なんだから。自分はいいことしてるんだっていう気持ちすごくいいよね。ハートもハッピーハッピーになって、エブリバディスマイルスマイルになるよ。ちゃんはシャチホコ部が気に入ってるみたいだね。まあ雛形先生と美濃部先輩の雰囲気がアットホームな感じで、そこが好きなの。僕は大丈夫なんで、
参加してみたいです。え、すす原参加するのかよ。神前武術を奉納する者は常日頃から良い行いを心がけなければいけないって言われてきたから。自主練では技を磨くことしかできないけど、社長コブでなら心を磨くことができそうな気がするんだ。素晴らしいわ。そうそう、心を磨き徳を積むなら社会地域奉仕貢献部を除いて他にはないわ。すずむくんだっけ。すずむも物好きだね。先輩だってこの部が気に入ってるから在籍してるんじゃないですか。まあオイラは学校の奉仕活動の空気が合わないのも大きいけどね。まるで捕虜収容所の強制労働みたいな気分だな。ひどい例えだな。そうそう、おっかない経験に見張られながらの強制労働。オイラのあの雰囲気大嫌いだよ。でもそんな先輩も地方部でなら楽しく奉仕活動ができるわけ。面倒くさがり屋の美濃部さんが幽霊部員にならずにこうして顔を出してくれるんだもの。先生嬉しいわ。地方部を気に入ってくれて本当に嬉しい。縁ってあるかもしれない。偶然に声をかけた人が社長コブの先輩だったんだから。運命の出会いだったりしてね。でもオイラ、運命の人はアラブの石油王ってもう決めてるからあしからず。ミノベ先輩って面白い人でしょ。いつも面白い話をしてくれるんだよ。オイラは面白いつもりで言ってるんじゃないんだけどな。ちぇ、まあ、あくまでも体験入部だしな。そうそう、グレーとすす原くんも体験してみたいって言ってるんだもん。これは一緒に参加しないわけにはいかないでしょ。グレーとすす原と奉仕活動、磨かれる魂、育まれる絆、やがて君はグレーとアツタに生まれ変わる。不女子狂乱で君はモテモテ。
違うぜ。俺は己を磨くための修行にちょうどいいと思っただけだぜ。今度の日曜日の活動、一緒に行ってみようよ。僕も夏くんが一緒ならきっと楽しいだろうって思うよ。仕方ねえ。奉仕活動とやらを通してすすはらのグレートな側面を観察して修行させてもらうぜ。決まりね。じゃあこれから日曜日の活動について説明するわよ。スズムが同じ部活に入ってくれるなんて、すっごい小さなだけどハッピーハッピー。僕もチコちゃんと一緒なら嬉しいよ。よろしくね。ところで、あと二人の美少女ってのは？いや、今日来てない部員ってのはどんなやつかなって思っただけさ。それは僕も気になるな。日曜日に来るなら挨拶できるかな。さあどうかな。布川さんは忙しい人だし、黒神さんは気まぐれだし。黒神さん、うちのクラスの。黒神さんのこと気になるの？うん、なぜか一目見た時から気になって。男子はああいう黒髪ロン毛のストレートが本当に大好きだよね。スズムも好きなら私も髪型変えちゃおうかな。僕はキコちゃんの髪型大好きだよ。
日曜日は8時半に集合ね。遅れないでよ。初めてなんでちょっと緊張してます。緊張なんかしないよ。ただだらーっとだるいだけ。でも募金活動なんて俺やったことないぜ。黒髪さんは欠席かな。布川さんは仕事で忙しいと連絡がありました。仕事で忙しい。すすこうってバイト禁止じゃなかったっけ。リリアはご多忙な人だから、まあそのうちラッキーだったら会えるよ。はい、ではまずは駅長さんに挨拶に行くわよ。増えましたので、今日は二手に分かれて活動するわよ。普段は私と先輩の二人ぐらいしかいないからね。人数が多いのはいいことだよ。では、南口と北口の二手に分かれて募金をしましょう。二手に分かれるなら募金額で勝負してよな。ススラ、俺たちのグレートな稼ぎでビビらせてやろうぜ。あー、たまたま、スズム、こっち来て。そうそう、で、キコッチーはそっち行って。そうそう、ペアの方が彩りがあっていいわよね。先輩、よろしくお願いします。もう、まったり行こう。よし、じゃあ、篤太くん、私たちもファイトファイトだよ。おう、やったるぜ。勝負だぜ、スサラ。受けて立つよ。お互い頑張ろう。んじゃ、負けた方はジュース1本おごるとかどう？いいっすね。そうじゃなきゃ燃えてこねえぜ。でも南口と北口で勝負になるかな。ふんふん、ひこち、それはいいことに気づいたね。つまり南口を制した方がデュエルを制するってわけだな。じゃんけんで決める？このじゃんけんに負けたらバッドバッドだね。
金勝負ってよりじゃんけん勝負も同然ってことかな。それじゃあ確かにちょいと面白くないね。いいよ、ヒコチーとナッチーは南口にしたらいい。おっしゃー、このデュエルもらったぜ。いいんですか先輩。いいっていいって、仮にもオイラは部長だからね。その程度のハンデがないと面白くないっしょ。さすがは部長ですね、懐が深いです。でも北口でも頑張ればきっと勝負になると思います。よくぞ言ったぜ。だがグレイトな男だから俺は侮らないぜ。そんな気遣いいらないって。北口でも勝てちゃうってこと、オイラとスズムンで証明してみせるって。じゃあそれぞれ頑張りましょう。お天気がいいから熱中症に気をつけて、適宜持参の水筒で水分補給してね。生徒が熱中症、死亡、問われる責任、懲戒免職、死、そんなの嫌。じゃあ募金勝負開始。さあスズム、行こう行こう。登り場だと看板持ってくれる？アツタ君、私たちも頑張ろう。セサラ、やってやろうぜ。うん、でもって、私たちの合祀活動が新聞の取材を受けちゃったりして。素晴らしきシャチホコビ、顧問は美人教師、テレビなんかに出ちゃったりして、いやー、着ていく服がないわ。
を勘違いしてんの、スズム。え、何のことですか。この勝負、ジュースをかけてんだよ。ペットボトルだったら160円もする大金勝負。9本入りスティックパンが100均で買えて、さらに60円も余る大金。スティックパンが9本あれば朝食とお昼が両方賄えちゃうんだよ。よくわかんないけど、すみません。オイラはね、勝ちを譲ったつもりも勘で背負った気も全くないわけ。勝てると思ったからこの北口を選んだのだよ。この北口で勝てるですか。しました。よし、となったら精一杯張り切って大きな声を出すぞ。スズム、まあまあ、ここはオイラに任せて。今は伏せて待ちたい。頃合いまでしばし待つのだよ。わかりました。頃合いっていつまで待てばいいんですか。うん、焦るな若者よ。もうじきなのだ。もうじき。そういえば少し人が増えたような。そろそろサークル入場時間だからね。え、今なんて言いました。すすだ勤労会館へお越しのお客様、こちらの路地からまっすぐですよ。話ですか。いいからいいから、スズムは黙って見ておればいいのだ。あの、この辺にコンビニってありますか。勤労会館に行く途中にはありませんよ。お買い物は駅構内の売店でどうぞ。でも両替目的のお買い物にはご注意を。そういうお客さんが多いんで渋い顔をされますよ。どうしよう。そういえば私、お釣りの用意忘れてた。あの、この辺り両替のできる場所ありませんか。日曜日だしね。すすだには全然そういうのはないですね。ですがご安心を。こんなこともあろうかとサークル様専用のお釣りセットをご用意。ほんのちょっぴりの善意のご寄付をいただくだけで1000円
100円玉までいろいろと取り揃えておりますよ。じゃあ封しますんで両替お願いします。この人両替してくれるって。ああ、私もちょっとお願いしようかな。両替商みたいですね。今日この人たちが来ることを知っていて、あらかじめ用意をしてたんですか？人数が増えたから二手に分かれて募金しようってなるのは読めていたのだ。熱血感のバトル好きなナッチの性格もすでに計算済みさ。南口に分かれて勝負だといえば絶対に乗ってくると思ったのだよ。それで今日勤労会館で何かあることを調べて、その人たちが両替を望んでいることを事前に知って。ジュース代がかかっておる。おいらは160円のためならそのくらいは朝飯前なのだ。勤労会館への道はこちらですよ。ですが両替のために1万円札でのお買い物はやめましょう。ご近所迷惑になりますよ。近所迷惑になれば会場がイベントに貸してくれなくなってしまいますよ。1万円札を出されたらサークルさんも大弱り。好きなサークルに迷惑をかけちゃうのです。皆さんの楽しいイベントを守るために、徹夜や迷惑両替などはやめましょう。ああ、両替お願いします。募金しますから千円札お願いします。何の行列？スタッフの人？無関係みたい。両替するなら募金してほしいんだって。募金無視して次のイベント落選したりとかしたら怖いから入れてこ。ただ立って呼びかけをすればいいだけだと思ってました。でもそれ以上に周到な準備がいるってことですね。勉強になりました。そりゃよかったね。あ、そっちの封筒から100円玉を5枚よろしくね。でもこんなに若い人たちが大勢来るようなどんなイベントがあるんでしょうね。艦砲射撃用意の知らない？いい。まあそのイベント目当てに今日大勢がこのスーパー北口さんにやってきてるわけよ。はあ、93式酸素魚雷満載で重いな。よくわかんないけど今日はすっごく勉強になりました。
突然未知なる国へ冒険に行かなければならなくなるものなのさ。先輩っていろいろと用意周到なんですね。でも今日お釣りで多分何万円かは使いましたよね。先輩って結構お金持ちですね。お金持ち？オイラが？オイラは逆なの。超貧乏だから日頃からずっとお金を貯め続けてるわけ。いつ冒険が始まるかわからないからですね。そういうわけ。お金だけじゃないよ、ナイフもランプもカバンに詰め込んでるのだ。先輩の冒険カバンなんですね。そう、オイラはこう見えて冒険のお姫様、不思議の国のエリスさんだからね。不思議の国のアリスじゃなくて？そうそう、オイラの名前カナエだから、だから絵を撮ってエリスさん。僕がスズムンだからてっきり先輩はミノベンかカナチーだとばかり。お姫様の名前は下々とは少々命名規則が違うのだよ。じゃあこれからはエリス先輩って呼びます。ああ、ダメダメ、それは向こうの世界での呼び名なの。その名で呼んだらスズムンも向こうの世界に呼び寄せられちゃうよ。向こうの世界って？胡蝶の夢って知ってる？自分が蝶の夢を見たのか、それとも蝶が自分という夢を見ているのかって話ですよね。そしてそれはどちらも正しいし、確かめる術もない。ならばどちらが夢で現実かなどわざわざ考えることは馬鹿らしいというような話だったと思います。そうそう、どちらが夢かどちらが現実かなんて誰にも分かんないんだって。なら人は誰しも二つの現実で生きてるってことになるわけ。そうですね、夢と現実の区別がないならそれはどちらも現実ということになります。そういうこと。つまりここの現実ではオイラはミノベカナエ3年生、シャチホコ部の部長で、向こうの現実でのオイラはエリス、ミノベ犬王国のお姫様なの。ミノベ犬って？それで最近はセチュの王様とかいうのがしつこくてね。セチュという国の王様ですか？あー、ちょっと違う。セチュっていうチェスのイカれたみたいのがあるんだよ。そのセチュというゲームに強い王様ってことですね。そうそう、でセチュでオイラに勝負を挑んでくるわけ。オイラはそんなゲームには興味ないんだけどね。合わないと暴れるめんどくさいやつでさ、その上負けたら家族に加われとか冗談じゃないっつーの。まあ遊んでやれば機嫌を良くしていろいろとくれたりもするんだけどね。でも先輩の望まないゲームですよね。じゃあやっぱり悪いやつです。僕がその場にいたら帰ってくださいってきっぱりと言うのに。嫌なことや悪いことには気
然と対応すべきだと言われてきたので。誰に？お父さんです。しつけには厳しい人なんで。そっか、厳しいけどきっといいお父さんなんだね。スズムンがこんなにいい子なんだから間違いないよ。僕はそのいい子を目指して修行中の、まだ普通の子です。そんな感じで日々記してまとめたら面白い気がします。ああ、夢日記は縁起が悪いからとかなんとかで母にはダメって言われてたんだけどね。オイラにとっては夢じゃない、もう一つの現実なんだから。だからほら、どんなことが書いてあるんですか？見たいな。絶対に嫌だよ、恥ずかしい。そのセチの王様とかいうやつ、見事に撃退できた話を聞くの楽しみにしてますね。そうだね、オイラもそれを期待してるよ。駒出し係で勝負はウサギさん次第なんだけどね。その駒出し係というのは何なんですか？先輩の話の中でセチュに関わる役みたいな感じで何度か出てきたんですけど。まあいろいろあるわけよ、口じゃうまく説明できない。エリス、大丈夫？よかった。腕も指も生えてきたよ。歯も目玉も生えてきた。まあ、オイラは無敵の不死身だからね。お目覚めですか？おはよう、モーニングですよ、エリス姫。いい夢は見られましたでちゅか？こっちが夢だったらどんなにかよかったかね。大ピンチの連続だったんでちゅよ。ああ、もういいわ。なんかオイラ、オチがわかったわ。すっごく頑張ったけど、全滅したわけね。ごめんよ、エリスが倒れてる間に絶対決着をつけようと思ったんだよ。
オイラの指だの腕だの肌の目玉だのを引っこ抜いて潰して、それで負け。ごめんよ、本当に頑張ったんだよ、信じてよエリス。うわぁ、というわけでエリス姫、ボクちんとの約束は守ってもらいますよ。約束ってなんだっけ。寝る前に必ず歯を磨くだっけ。この国がこいつのものになっちゃうんだよ。そしてお前さんはボクちんの家族に加わるのでちゅ。ボクちんは世知での約束はいつも守ってきましたでちゅよ。そうだね、オイラが勝った時にもちゃんと約束を守ったね。そうでちゅ、これまでいっぱいいっぱい負けてお小遣いをあげてきましたでちゅよ。だから今度はエリス姫が約束を守る番なのでちゅよ。ボクちんの新しい家族に加わってみんなで幸せになるでちゅ。新しい家族をみんなも歓迎してくれるでちゅよ。仕方ないな。家族愛は何にも勝る愛情なのでっちゅ。エリス姫にもそれが分かってもらえて、ボクちんは本当に嬉しいでっちゅ。へいへい。家族でない奴がいるでちゅね。お前様もあっちへ行けでちゅよ。で今度こそ家族水いらずでちゅよ。でも新しい家族になる前には必要なイニシエーションがありまっちゅ。家族ごっこはめんどくさいね。ではでは、エリスは僕ちんたちの新しい家族に加わりまっちゅって誓うのですよ。新しい家族になります。どんな景色もあんたと一緒じゃ興ざめだね。
嬉しいでちゅよエリス。そしてもう寂しくないでちゅよ。エリスには互いを思い合う大勢の家族ができたのでちゅから。僕ちんはね、思うのでちゅよ。家族愛とは、男女の性差を飛び越えた真の愛情。人は肉欲という煩悩から解放されるために、その根源となる性差を克服せねばならないのでちゅ。だから僕ちんは伝えたい。家族の愛の素晴らしさを。突然で驚かせちゃいましたでちゅね。のまだらもよ、いかがでちゅか。きれいでちゅ。これからは驚くことはないんでちゅよ。だって家族なんでちゅからね。今度僕ちんのお城で紹介する他の家族たちもみんなきれいな模様なんでちゅよ。汗でびちょびちょでちゅよ。家族に加わるのでちかな。エリスにも家族みんなとお揃いの素敵な芋虫模様になってほしいのでちゅよ。
丈夫でちゅよ。怖くないでちゅよ。アリスを芋虫ランドの家族に迎えるための大切なイニシエーションなのでちゅよ。素敵なまだら模様を描いてあげまちゅよ。そしたらもうアリスは身も心も僕ちんたちの家族なのでちゅよ。痛くないでちゅよ。やめ。ああ。
綺麗な模様にしてあげまちゅからね。こんにちは先輩、メールありがとうございます。あ、もうやってるんですか？手伝います。俺、夕方に近所のガキどもとデュエルの約束があるんだけどな。手伝えるところまででいいからさ。整頓して目録を作るのか、こりゃ骨だな。まあぼちぼちやろうよ。 2,3 日で終わるもんじゃないっしょ。ちょっとまゆん。
俺にはゴミの山にしか見えねえぜ。ゴミの山も分類すれば宝の山っていうよ。頑張って分類してトレジャートレジャーしちゃおう。阪神と東北と熊本の3つの大震災で多くの教訓が得られたからね。被災地に援助物資という名のガラクタ詰め合わせを送りつけるのは単なる嫌がらせでしかないから。そうですね、ボランティアは自己満足でなく相手のニーズに繊細に対応する必要がありますね。おお、スズム、その回答100点満点。ふう、さすがはグレートな男。確かにな、どんな強力なレアカードも整理しなきゃデッキには入れられねえ。じゃあ手分けしてヒリヒリ頑張りましょう。いいのいいの、のんびりダラダラで。こんだけ量があるんだからおしゃべりでもしながら気楽に行こう。なんでシャチホコ部にいるんだ？さあ、ほら、雛形先生って結構気まぐれだから。ああ、クロッチは初対面だよね。紹介するよ、我が部のニューホープの二人。ああ、同じクラスだっけか。あら、あれ、今日は調子いいみたいじゃん。どうしてここに。
まゆの気まぐれじゃない？先週唐突に連れてきてさ。ひな形。やあ。大丈夫？やるな。具合悪いの？雛形先生を呼んでくるよ。やるな。どうして？お前の汚れが苦しい。東園、てめえいつまでお付き歩いてんだよ。今日は先輩とカラオケ行くんだよ。たまには少しマシな顔でおしゃくくらいしてみせろよな。はい、少様。お前ら行くぞ。黒髪さん。スズモン、クロッチに嫌われてる？クロッチがあんなこと言うとこなんて初めて見た。あ、気にすることないよ。黒髪さんが意味のないことを言うなんていつものことだよ。たまたま体調と機嫌が悪かっただけに違いないよ。そうだね。セスハラのグレイトさがわからねえとはな。いけすかない女だぜ。おかしな男が言い名付けだしさ、気苦労も絶えないんだよきっと。美濃部先輩に謝らなきゃいけないです。何が？先輩のこと改めて尊敬しました。やっぱり社長コブに入ってよかったと思います。私も最初は先輩のこと誤解してました。でも先輩はいつも暗くなるまで部室でたった一人でも仕事をしてる。まあ帰ってもすることとかないしね。家帰っても親が勉強しろしろうるさいだけだし。僕も見習わなくちゃ。そういえばスズモンって空手をやってんだって？やってます、やってます。毎日夕方には道着を着て裏庭で稽古してますよ。へえ、何それかっこいい。あ、ねえねえ、
あのさ、オイラもスズムのかっこいいとこ見てみたいな。クロッチに汚れてるとか言われちゃショックだよね。僕の修行がまだ未熟だからだと思います。先輩、麦茶入れてきました。バケツをパンチパンチしてることもありますよ。スズムかっこいい。オイラ惚れちゃいそうだ。集中集中。へも一人っ子だから、賑やかなご飯はすごく楽しいです。椿子、配膳手伝って。はい。鈴野くん、テレビのリモコンを取ってもらっていいかい。はい、どうぞ。美濃部さんは野球とか見る？あー、いや、見たことないです。じゃあ一緒に見ようか、楽しいぞ。はい、先輩、どうぞ。うん、ありがとう。どこにお泊まりしてくことになってるの。そうだったんだ。キコちゃんと先輩はやっぱり仲良しだったんだね。うん、
ドフレンドだよ。じゃあスズム、おやすみ。うん、おやすみ。また明日。美濃部先輩は面白くて尊敬できる人だし、楽しいな毎日が。こんな生活の機会をくれた両親にも感謝しなくちゃ。できるってこと自体、幸運にたくさん恵まれてたと自覚するべきだろうね。もっと先輩と話したいな。社長部でこれからもおしゃべりする機会はたくさんあるさ。寝よう。起こしちゃってごめん。美濃部先輩、夢の続きだと思って。明日になったらさっぱり忘れてるから。夢の中の人にこれは夢だって言われるのは初めてです。まあここではこっちが現実で向こうこそが夢なわけだけど、難しいことは考えなくていいよ。様って僕のことですか？そう、私はここではお姫様、不思議の国のエリス姫。エリス、準備ができたよ。ありがとう。
じゃね。うん、ごゆっくり。全体進め。しよ。はい。ほらほら、どうせ夢なんだから、考えたら負けだって。夢の中で夢って悟されるなんて、やっぱりちょっとおかしいです。でさ、お皿洗いたくないからって、お皿はみんな紙皿を使うんだ。洗わないで捨てればいいから、確かに手間はかからないですね。紙皿ってさ、紙の味が移るから嫌いなんだよね。それに料理によってはベタベタと張り付いちゃって、お箸で取ると紙皿の表面の紙が張り付いちゃうんだよ。最初の頃は律儀にその紙を剥がしてたけど、だんだん面倒くさくなってきて、そのうちちぎれた紙が張り付いたままで口に運ぶようになって、だんだん何を食べてもみんな同じ紙の味に感じるようになってきちゃってさ。だからあんな綺麗なガラスの器で美味しいそうめんを食べたのって本当に久しぶりで、久しぶりで。先輩、嫌だった。髪が張り付いたままのおかずを食べるのに慣れてる自分が、お母さんのめんどくさがり屋なとこ嫌いなくせに、私もお母さんと変わらない、面倒くさがり屋なんだなって。先輩は面倒くさがり屋なんかじゃないです。そうかな。僕は今日まで先輩の様々なことを見てきました。面倒くさがり屋なんてとんでもない。先輩は誰よりも真面目にコツコツと積み上げる努力家です。もしも先輩に気の毒なことがあったとしたら、誰よりも努力家であることを褒めてもらえなかったことだと思います。僕に力になれることがあったら何でも言ってください。いつでもどんな時でも必ず力になりますから。嬉しいな、その言葉だけでもすごい救われる。
以前話してくれた不思議の国なんですよね。ここでは美濃部かなえじゃなくてエリスだって言ってましたよね。そう、不思議の国のエリス姫なんだ。じゃあここでは僕が王子様でもいいんだ。だってここは不思議の国という、向こうとは違うもう一つの現実なんだから。本当にいいの？だって姫様と王子様がいたら恋に落ちちゃうって決まってるよ。だってここは不思議の国じゃないですか。不思議の国で姫様と王子様が出会ったら、僕もそれが必然だと思います。オイラ重たいよ。鍛えてますから平気です。そうじゃなくて、オイラいろいろと重たい女だからめんどくさいよ。僕はその真逆で、几帳面が過ぎる性格ですので、案外二つ混ぜたらバランスがいいかもしれないです。本当だ。ねえ、スズメンとはもうちょっとだけ早く会えてたらな。そうしたら一番綺麗な私で会えたのに。汚れたってすすけたって何も変わらないです。僕だって転んだってすりむいたって僕なんです。そうじゃなくて、大好きなスズムに一番綺麗な私を捧げたかったなって。今が一番綺麗です。ありがとう。姿を受け入れるのが王子様の役目だって思ってますから。かっこよすぎるぞ王子様。後悔なんかするもんか。じゃあ絶対だよ、絶対に受け入れてね。もう私我慢できない。大丈夫？
絶対に目を離さないでね。何を？我慢できない。どうしちゃったんですか？何を？スズムンに会いたかったな。人間のうちに。
結構痛いからね。
でも下手に抵抗するとその方がかえって痛いわ。おとなしくしてた方がいいかな。でもね、進む。私は誰が家族でもいいわけじゃないの。そういうクズもいるだろうとは思うよ。家族が増やせれば誰でもいいっていうクズも。でも私はこれが、でもとても神聖な、ちぎりにきっと違いないと思ってるから。話していて楽しかったし、一緒に過ごしてもっと一緒にいたいと思ったりもしました。でもだからこそ相手の嫌がることなんてできないんじゃないですか。こういう感情ってやっぱり獣物に通じるから重欲って言うんだろうね。大好きなスズメンだからこそ嫌がることなんてしたくないって気持ちもちろんあるよ。じゃあでもね、そんなの関係なく大好きなスズメを無理やり毒毒芋虫にしてやりたいって、そういう気持ちも抑えられないくらいに湧いてくるのだよね。変だと思う。全身に管を突き立てられてブリブリと気持ち悪いコブを作られるのってすっごく辛いこと。それが分かってるはずなのに、それでもなお自分の全身を私の汚らしいドロドロの管でブリブリとスズメンの全身を犯し尽くしたい。
ごめんね、スズム。少しおとなしくしてて。たく、あんな化け物。私のもの。
ち。
起きて。私のもの、誰に